自白してるんだろう。だとしたら間違いなく死刑だろう。全部こっちに丸投げしやがったよ。どうして殺したんですか？生まれてこない方が良かった人間というのは世の中にいるんです。勝ちにこだわる弁護士と2度目の殺人を犯した男。重森さんたちはそうやって解決してるじゃないですか。死刑のことを言ってるのかな。ほっとけよ、言うことコロコロ変わるんだからさ。殺したのは奥さんに頼まれたからです。私たちは家族を殺されたんですよ。たまに女の子が来てたわね。女の子ですか？ええ、ちょっと足の悪い。あなたは死刑になった方がいいとは思わない？ここでは誰も本当のことを話さない。命は選別されてんですよ、理不尽に。見てみろよ、ほら、これがまともな人間のやることか。私も裁かれないといけないと思ったんです。当ててみましょうか、重森さんが今何考えてるか。2度の殺人を犯した男の深い闇、その先に待ち受ける3度目の殺人とは。今度こそ本当のこと教えてくれよ。ダメですよ、重森さん。僕みたいな人殺しにそんなこと期待しても。3度目の殺人。